お正月にさ、なんかこう生ものが食いたくて、とりあえずサーモンを買おうってなったんだけど、なんだっけ、ララポ行ってさ、ララポで買ってきたんよこれ。クソデカサーモン最高じゃない？で、ついでになんかそのまま食べるのももったいねえなと思ったから、サーモンに一番合う調味料探したろうと思っていろいろ用意しました。まあ生わさびの、まあわさびはもちろんのことさ、柚子胡椒とか、まあ、味噌とかケチャップとかマヨネーズも用意したんで、全部試していこうや。まずまあ普通にちょっと普通に醤油で食わしてくれ。結局醤油わさびが一番いいんじゃないかと思ってるそこのあなた、違います、マジで。いただきます。まずは普通にわさび醤油でいただきましょうか。とさ、なんか手掴みでいこうかなと思ったんだけど、なんか普通にね嫌だったから、なんか普通のさ ASMR 配信者とかださ、黒い手袋使ってやるじゃん。でもさすがに周りベタベタで配信中は良くないと思ったんで、ナイフとフォークでいきます。ステーキ見て、最高じゃないこれ、一人で食えんの。ちょっと多めにね。見てこれ、めっちゃ太いの、このサーモン。いただきます。うん、最高、マジでマジで一番いいわこれが。やっぱサーモンにはニンニク、そう言うと思いました。そう言うと思ってちゃんと買ってあります、これ。生ニンニク、もちろん。じゃあいっちゃいましょうか。ニンニコぬ、あれだ、もうちょっと ASMR やるべえな。なあ、そうしよう。ニニニンニク、生ニンニクで優勝していく。かー、やばいやばい量乗っちゃった。生ニンニク、ごめん、なニンニクはごめん、塩だわ。ニンニクは塩でいくわ。やばい、これ生クリームじゃないよこれ。ニンニクで、ニンニク、いただきます。うまい。なんだ、うまい。やばい、ニンニクやばいわ。やばい、ニンニク天国すぎる、マジで。ちょっとごめん、おつゆいただくわ。ギン、ドライゼロ、ノンアルコールのやつ。喉越し効かしてやるわ。やばい、近年稀に見るいい正月だわ。よし、次行くぞ。ちょっとバター行くわ。バターは何？醤油？塩？バターどっぷりつけて塩で行こうか。バター塩、いただきます。バター醤油だなこれ。ごめん、バター醤油だわ。やべ、ちょっとバター、まあ、いっか、ね、すごい量のバターつけちゃったけど、バターに醤油ぶっこんで、あ、やべ、あー、バター醤油マジ終わってるわ。この世の全てが凝縮されてる。いや、ちょっと待って、バター醤油うますぎるな。胡椒、うわ、胡椒いってみよっか。胡椒と塩いただきます。あ、胡椒塩は本当に美味しい。サーモンの臭みが全部消えて、本当にこの油の旨味だけ、甘みだけ乗ってくるわ。すげえうまいわ。まあ、とりあえずマヨネーズいってみます。マヨネーズ絶対うまいからね、これ何でもね。いただきましょうか、マヨネーズ。わかってるわかってる。マヨネーズがうまいのはわかってるわ、マジで。全部うまいわ、これ。最高。これ、キッコーマンの我が家は焼肉屋さんですね。じゃあちょっと焼肉のタレでいきましょうか。思った以上に、この焼肉のタレがあれかもしれないけど、甘くて、なんかサーモンの旨味というよりは、焼肉になっちゃうから良くないな。あんまり合わない。焼肉屋さんは。焼肉のタレはそこまで合いません。ちょ、タバスコ行ってみるわ。俺ならアボカドぶち込んでつけて、それに卵黄、うわぁ、お前卵黄はダメだよ。うわ、生卵忘れてた。俺、生卵調味料とは言わねえよな。俺今回調味料決めてるから。まあ、今んとこ1位は、ニンニク塩。結局俺が好きなものになっちゃってるけど、タバスコ行きましょうか。タバスコはありだけど、なんかもうちょっと塩味が欲しいな。タバスコもうちょっと美味しくできる、絶対。やばい、めっちゃ嬉しい今。サーモンこんだけさ食べまくれるの本当に嬉しいぞ。ちょっとさ、次気になってる味噌行ってみていい？お味噌、味噌いただきます。あー、待って、うまいわ。サーモンと味噌めっちゃ合うわ。びっくりした。うまい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 。思った以上に味噌美味しい。なんでこの組み合わせないんだろう。お味噌につけるのめっちゃ多分うまいぞ。早めにこのソースいっとこう、怖えから。
全然良くない。最初になんかソースの匂いが来て酸味とか来るじゃん。でその後にサーモンの生臭さが来るからダメです。これ塩にごま油いくよ。ごま油、あーもうこれも完璧だわ。余裕で完璧。次ケチャップいきます。あー全然うまい。これも全然美味しい。それニンニクだし、これニンニク全然ニンニクに見えないけど、これニンニクね。ニンニクと胡椒がめっちゃあった。ニンニク胡椒、ここにバジルもぶっこんで味噌もつけよう。味噌もどっぷりいって、これにニンニクバジルをドカン。これにバターもいっちゃおっかな。こうですよ。味噌ニンニクバジルバター。あれ美味しい。あれ美味しいな。俺今合わないと思ってやったんだけど美味しいわ。めちゃくちゃうまいわ今の。なんかシンプルなんだ。サーモンのポテンシャルが高いのかな。すげえうまいんだけど全部。でもなんだろう、一番っつったら結局わさびと醤油が一番合うのかって言われたらそうなっちゃう気がしてきた。うん、うわ、わさび醤油マジうめえな。わさび醤油うめえけど、そうじゃないものを発掘していきたいんだが、マヨケチャにタバスコもいっちゃおうかな。うんうん、あ、いやこれさ普通にケチャップとタバスコでいいんじゃないか。え、ちょっとみんな次サーモン食べる機会あったらこれやってほしいな。タバスコケチャップうまいぞ。いい感じに辛さで吹っ飛ぶし、あ、美味しいわこれ。みんなもぜひ次あったら試してみてくれ。ケチャップタバスコ本当に美味しい。柚子胡椒もいってみますよ。柚子胡椒もそのままいこうか。なんかあれだな、柚子胡椒は柚子となんかサーモンのこの匂いが似てるのかな。あんまりこうそこまでこう合うっていう感じじゃないな。柚子胡椒をと、まあ、醤油合わせたらこのサーモンは美味しいかもしれない。まあ別にベストって感じじゃないな。なんか代わりでね、飽きたら柚子胡椒醤油はやってもいいかなぐらい。ここで登場させましょうか。一家に一台マキシマム。マキシモー。あ、うんま。マキシマム、うんま。メイキシモムがやばい。これズルだよこれ。めっちゃうまいもん。次あの醤油もいらない、本当にマキシマム一択でいい。それ以外何もつけずに、いやちゃんと梅ちょっと もう一口食わしてくれ。マキシマムの味が好きな人は多分めちゃめちゃ好き。最後に調味料全部混ぜていく。安心してね、残ってる調味料絶対使うから。今入れたのはニンニク、マヨ、ケチャップ、バジル、胡椒、ニンニク、マキシマムを入れていこうか。一瞬待って、何もつけないでいきましょう。いく、俺生臭いの苦手なんだよね。とりあえず普通に行ってみる。こちらサーモンです。こちらね、サーモンだったわ。サーモン食べたらサーモンだった。びっくりでしょ。俺もびっくりのサーモン具合だったわ。すべての調味料を混ぜ合わせていく。入っているのはバジルソース、ニンニク、味噌、ケチャップ、マヨネーズ、わさび、柚子胡椒、ソース、焼肉のタレ等々です。最強のいくぞ。ね、美味しいな。ん？ん？美味しいぞ。あれ美味しいぞ。サーモンと合わせる意味があるかと言われたらない。これがうまい。このソースがバリうまい。旨味の権限になっちゃってる。やばいな。ちょっと待って、もう終わっちゃうよ俺のサーモン。あんなにあったのに、あと1尾いけるな。くそ、買ってくればよかったな。ちょっとあとこれ、この最後はこれでいこう。最後ダブル2なんで。あ、うん、あ、うまいわ。これやべえ。あんだ俺。あ、バターも入ってます。ちなみに俺さ、今回の放送、サーモンに合う調味料を探すためにやってたんだけど、これ違う。すべての食材に合う最強の調味料が完成した今。サーモンだけじゃない。この万物に合う。これ万物ソース。俺バンブーって言います、これ。バンブー。ま、でも最後の一口は、醤油とわさびで塗ったりいきましょうかね。いただきます。うめ。いやー、うまかった。非常に美味しかった。
一応調味料、一番サーモンに合う調味料探すって言ったんだけど、まあ、申し訳ないことにやっぱりわさび醤油がこのいつも食ってるからすごい口にはあった、口にはあって、まあ、大体それと同等ぐらいで、ニンニク塩、ニンニク塩、ニンニクバターがめちゃくちゃ美味しかった。その二つかな。その二つが1位で、その時点、その次に来るのが、結構味噌。味噌がめっちゃあった。お味噌がね、すごい。やっぱ、あれか。醤油だもんな。作り方したとしては、ほぼほぼ醤油と一緒だから、やっぱり、大豆系が合うのかもしれない。あとあれね、殿堂入りマキシマム。殿堂入りはマキシマムです。これは、これもバンブーだから。ここの二つバンブーだからさ、この二つなしにしよっか。ケチャップ、タバスコ。これ時点ぐらい。醤油、わさび、また、ジオ。ニンニク、ジオとかが、だいたい1。その次ぐらいに来るのが、まあ、味噌単体。味噌単体と、ケチャップ、タバスコかな。ケチャップ、タバスコで本当にみんな試していいと思うわ。これ本当に美味しかった。ケチャップ、タバスコは、多分、全然サーモン界に全然現れるぐらい美味しい。ということで、ごちそうさまでした。お正月なんでね、サーモン1尾ぐらい食ってもいいじゃないですか。最高でしたよ。結局、こんな感じになっちゃいましたが、醤油とわさびめちゃくちゃ美味しかったんですが、皆さんに試していただけるのは、ケチャップタバスコとなりました。一旦配信切ってもう一回始めるわ。ちょっとこの辺綺麗にしなきゃいけないから。一旦ここ綺麗にしてもう一回始めます。そうでした。